こんにちは、イーグルのチュートリアル第6回へようこそ。今回は効率の良い検索方法とスマートフォルダーの特徴と利用方法を紹介します。まずは検索バーから始めましょう。検索バーは右上にあります。どんな文字を入力しても検索できます。隣の虫眼鏡アイコンをクリックし、ファイル名、タグ、メモなど検索内容を選択することで検索範囲を縮小することができます。キーワードを入力するときに、最近入力した文字以外、おすすめの内容や検索記録を表示します。もし覗きたい内容があったら、キーワードの後ろにマイナスと覗きたい文字をつけてください。イーグルは自動的に検索結果から排除します。検索バーの隣の上部アイコンで検索結果をさらに縮小することができます。クリックすればフィルター機能が利用可能です。見つけている素材の種類に応じ、色、タグ、フォルダーなど様々な条件を選ぶことが可能です。頻繁に利用する条件があれば、お好みに合わせて調整することもできます。スマートフォルダーはイーグルにとってとても重要な機能です。イーグルは設定されたフィルター条件で条件と一致する素材を自動で分類します。一回スマートフォルダーを設定すれば、自動的にフォルダーの内容を更新します。例えば色を条件として検索すれば、同系色の画像は自動的にフォルダーに分類されます。その他の機能、インポート日時を条件として検索すれば、昨日保存した画像や今週保存した画像、指定される日時の画像を分類することができます。もっとスマートフォルダーの使い方を知りたいのなら、インフォメーションにある URL にアクセスしてください。今回のチュートリアルで役に立てれば幸いです。次回は最終回です。イーグルの応用とエクスポートを紹介します。それではまたね。